ポケモンプログラミングスタートキットは、初めてパソコンに触れる小学生を対象とした授業のための無償の教材です。教材は2つの要素で構成されています。プログラミングでポケモンを動かしてみようは、画面上のブロックをつなげるだけでプログラミングができるスクラッチを使用して、このような簡単なゲームを作る授業ができる教材です。45分の授業を2時間で終わるコンパクトな内容で、初歩的なプログラミングを楽しく学習できます。教材にはご覧の内容が含まれています。1時間目は3つのプロセスでプログラミングの基本を学びます。まずプログラミングとは何かを理解する映像を見せます。まずプログラミングっていうのは、身の回りにある様々なものをどう動かしたいか順番に命令することだった。せっかくピカチュウとモンスターボールがいても、何も反応しないと面白くないことが分かったロット。どうしようロット。次にどうすればより面白くなるかを児童に考えさせ、意見を出し合わせます。最後に先生用の授業スライドに沿って、実際に簡単なゲームを作らせます。先生にプログラミングの知識がなくても、スライドの内容に沿うだけで授業を進めることができます。2時間目は3つのプロセスで応用を学びます。はじめにヒントカードを使って、児童に自分だけのゲームを考えさせます。ヒントカードにはより面白くするためのアイデアが書かれています。次にヒントカードの組み合わせで考えたゲームをスクラッチで作らせ、完成したら発表とディスカッションの時間を設けます。最後に社会の身近なところにも、今回の授業と同じくプログラミングが活用されていることを学べる映像を見せます。このように2時間の授業でポケモンのゲームを作り、社会でのプログラミングの活用についても学べる教材です。ポケモン PC トレーニングは、タイピングとマウス操作の基本を習得できる自習教材です。操作方法を教える動画もあり、自習に適しています。課題をクリアすることでポケモンのバッジが手に入ります。同じ課題をより早くクリアすると、バッジのポケモンが進化するため、繰り返し取り組む意欲が生まれ、自然に習熟度が上がります。これからの時代を生きるために必要な論理的思考力と情報端末の正しい操作スキル、これらを身につけるきっかけ作りを、児童にとって身近な存在であるポケモンがお手伝いします。